しい。受け止めただと。バカな、一度見ただけで見破ったというのか。岩窟を唯一の弱点、上下運動しない方を捉えることだということを。そうか、自分から飛び込んできたのは肩を取るためか。なんだ。ガンジ、次の相手探しに行くある。おい植木康介、この勝負私の負けある。なんで、まだ勝負はついてないっぽいぞ。ほら、かまって。何さ、待って、どこ。これじゃやったら死んじゃうわよ。相手が帰れって言ってんのに引き止めてどうするの。また会う時まで負けるなよ、植木康介。私もその時までにもっともっと強くなってみせる。力を使わないのにあんなに強いなんて信じられないわ。おい、またやろうな。だから余計なことは言わない。ガンジめ、とんでもねえやつを見つけてきたな。なんでも今現在彼はこのバトル2番目の勝ち頭だそうですよ。2番目。じゃあ1番は誰なんだよ。もちろんあのロベルト・ハイドンですよ。ロベルト・ハイドン、誰だよそれ。知らないんですか。うん、マジっすか。モグリっすよ。まあまあ、せっかくの日曜日だっていうのに。いつも大変そうだな、森。そりゃどうも。で、なんでお弁当食ってんの。朝飯だ、朝飯。うん、やらねえぞ。やらないわよ。ほんと、別にいいんだぜ。無理して俺に付き合わなくても。そうもいかないわよ。私が監視してないと、あんた財を全部失って消滅しかねないじゃない。そん時はそん時だ。あのね、でどこ行くの。姉ちゃん家。あんたにお姉ちゃんなんていたの。一人暮らしながら看護学校に通ってんだ。月に一度米を届けに行ってんだよ。へえ、あんたって意外と家族思いなのね。この音、そうか、ヘッドホンの音最大にしてるんだ。もううるさいな。周りの迷惑ってもの考えなさいよね、ったく。何よこいつ、危ない目しちゃって。こういうやつと関わるとろくなことにならないわ。そうだ、植木、あいつと目合わせちゃダメよ。ろく、お前のノリ最高。え、やっぱ時代はヒップホップじゃねえ。ミュージックスタート。ヘイメン、俺は DJ14 歳、よろしくよ。ちなみにヒップホップ歴は15年だ。もう今14歳って言わなかったっけ。ちなみに今度ヒップホップが五輪競技になるのだ。実はヒップホップの原点は格闘技なのだ。マジで。だからなんで信じるのよ。嘘じゃねえ。なんだって俺はヒップホップ歴18年だぜ。ヘイヨー。何歳なのよあんた。チェガ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 チ
はずいわ、はずすぎる。だいたいなんであの嘘つきヒップホッパーまで一緒についてきてるのよ。ヘイ、何やってんだよ。一緒に踊ろうぜ。ヨーチェックランチャー、ヨーヨーヨーチェックランチャー。じゃあ俺用事あるから。楽しかったぜ。また踊ろうな、ブラザー。ブラザー、俺植木康介だけど。あんな、ブラザーってのは兄弟同然、つまり親友ってことさ。じゃあな、よーせー。なんだったのあいつ。 BJ だろ。はいはい、そうね。あれ、森、何よ。なくなってるぞ、メガネ。落としたんだわ。ちょっと待ってて植木、私探してくる。おーい、確かこの辺だったと思うんだけど。あ、あった。壊れてないみたいね。よかった。ったく、これというのもあのヒップホップ男のせいだわよ。 Hey you、 そこのマッチョマン。この声って、あいつ、さっきの嘘つきホッパー。お前か、ネットで能力者を探してるやつは。よ、まあ、ネットを使えば手間が省けるからな。え、もしかしてあいつ能力者。ふん、まんまと誘い出されてな。今日でお前も、バトル終了だ。最後に名前ぐらい聞いてやるよ。名前、俺の名前か。 BJ でしょ、 BJ。 俺はロベルト・ハイドン。な、何あいつ、もしかして名前まで嘘ついてたの。ロベルト・ハイドンだと。聞いただけであんな大男が逃げ出すなんて、そんなすごい能力者なの。やばい、人気な能力者ってバレたら。おーい、これメガネ見つかったか。うわっ、とっけね。何力使ってんだよ。あれ、BJ だ。植木、お前も能力者だったのか。あ、あいつはロベルト・ハイドンっていうとんでもなく強い能力者なのよ。え、BJ だろ、あいつ。どこ見てるんだ、植木。バトルはもう始まってるんだぞ。コインを風に変える力。うっ、それでかわしたつもりか。なんだなんだ、追いかけてくるぞ。俺の技からは逃げられないぜ。ちょっと、ね、何なのよこの風。うっ、風速倍。植木、この風何とかしてよ。気にすんなよ、パンツの一つや二つ。気にするわい。これじゃこんなとこにいられないわ。いや、うん、そう、俺の作戦通り邪魔者は消えたわけだが。おお、作戦だったのか。当たり前だ。植木。まさかお前が能力者だったとな。なら俺も正体を明かしてやるぜ。正体？お前も能力者なら名前ぐらい聞いたことがあるだろう。俺の名はロベルト・ハイドン。最大最強の能力者だ。あ、あれだから
BJ だろ。だからロベルト・ハイドン。だってさっき BJ つったじゃん。そら確かにそう言ったけど。だろ、なら BJ だ。なんだこいつ、言ってる意味が理解できないのか。さっきは BJ って名乗ってたけど実はロベルトでしたってことだろ。っていうかロベルト・ハイドンの名前聞いてなんでビビんないんだ。ロベルトなんちゃらちゃらでなんで BJ なんだ。ロベルトなら B。 うわまさか、お前ロベルト・ハイドン知ってるよな。ん、外国人。嘘だろ。それなきゃロベルトの名前語ってはったりかましてる俺がバカみてえじゃねえか。そうか、知らないふりをしてるだけ、ビビってないふりをしてるだけなんだ。そうだ、そうに違いない。だって小さい頃転勤が多い親のせいで俺は何度となく転校させられた。友達を作るのが苦手だった俺は嘘をついてみんなの気を引き、なんとか友達を作ろうとしたんだ。だけど嘘つき嘘つき、行こう行こう、あんなやつ相手にするのやめようぜ。本当にしょうがない子だね、嘘ばっかりついて。親がどういう教育してんだか。気づいた時には俺は平気で嘘をつける人間になっていた。嘘張ったりは俺の得意技、負けるか。こいつはロベルト知ってんだ、騙されないぞ。俺はロベルトだ、ロベルト・ハイドン。 BJ だろ。だから BJ、 これこれ、チェグラッチェ、チェグチェグチェグラッチェ、グラッチェ。バトルの最初何よ。チェグラッチョッチョッチョ、チェグラッチェグラッチョ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 、やっやっ、あ、ダメだ、俺のヒップホップ魂が。あ、釣られてつい。く、人をおちょくるのもいい加減にしろ。なんか楽しんでないか、あいつ。よし、今度は俺の番だ。よっ、何、なんだよ、不発か。外したか、惜しかったな。ああ、あのな、しゃれんならん。こいつ怪物とでも戦ってるつもりなのか、それとも相手が誰でもこうなのか。よし、次は外さん。ああ、なんなんだこのウィキってやつは。もうわけわからん。嘘をついてました。俺はロベルトじゃなくて BJ です。ほら、やっぱり。もしもし、あ、姉ちゃん、もう近くまで来てるから、あ、すぐ行く。楽しかった、また踊ろうな。チェケラッチャッチャ。ちょっと待て植木、まだバトルは終わっちゃいねえぞ。うん、でも戦わない、だって BJ はブラザーだろ。ん、違うのか。俺がブラザーって呼んで本気にしてくれたのはお前が初めてだぜ。じゃあな、ブラザー。もう妙な嘘をつくなよ。ああ、またな、ブラザー。嘘つくなよ。か、
俺から嘘取ったら何が残るって言うんだよ。ろくな大人にならないね。本当に何考えてるのか。でも仕方ねえ。なんたってブラザーの頼みだもんな。君、もしかして能力者？今日はこれで三人目だ。変な日だなこりゃ。俺は最強の能力者、植木康介だ。なんてな、俺は BJ。 何？ロベルト、コインを風に変える力。植木康介か、強いのかな、そいつ。あいつがロベルト・ハイドン。ロベルト・ハイドンには手を出すな。ちょっと何よ、いきなり呼び出した途端。ロベルト、ほら、昨日の変なヒップホッパーが名乗ってた最強の能力者ってやつよ。あいつならロベルトにやられた。かなりの重傷らしい。じゃああの後に妙な嘘ついたから罰が当たったのよねえ。上でも小馬線、いきなりなんで。散々植木を危険な目に遭わせといて急に手を出すなんて。次元が違う、植木。残念ながら今のお前じゃどうすることもできない相手もいるんだ。間違っても敵討ちしようなんて考えるなよ。逆にやられるぞ。ねえ植木。別に、とりあえず助かったんだろ BJ。 ならいいじゃん。そうか。第一、そのロベなんたらってやつどこにいるか知らんし。そりゃそうだ。気付けて帰るや。はい。そうよね、あのヒップホッパーは敵だったわけだし敵討ちする義理はない。なんだこれ。植木康介様、はじめまして。僕はロベルト・ハイドン、中学2年生です。あなたの噂を聞きました。一度お手合わせ願いたいです。今晩0時北犬塚公園で待ってます。ほら来た、やっぱり行くんじゃん。なんでわかったの。顔を見てれば大体わかるわよ。変な手紙もらってたし、小馬線の話聞いてなかったの。あんた勝ち目はないのよ。行く。だって BJ はブラザーだし。ブラザーって。あ、ちょっと待ってよ植木。待ってってば。植木、やはり行くのか。誰もいないじゃない。本当にここで会ってんの。あ、きっといたずらだったのよあの手紙。ほら、もしかしたら小馬線の仕業かも。もう小馬線ったら何考えてんだか。0時までまだ1分ある。もう来ないってね。帰ろう帰ろうってば。何やってんのよバカ。小馬線ですら手を出すなって言っちゃってるやつなのよ。きっととんでもない化け物なんだわロベルトってやつは。これってシャボン玉？なんでこんな時間に。君、植木くん、はじめましてだね。なんなのよこいつ。